おはようございます。速家塾の久保です。まあ、私はいつもですね、えー、誰でも金持ちになれるとかね、えー、誰でも成功に至るんではないかなっていうふうなメッセージをお送りしてるんですけども、まあ、その反面一部ですね、えー、誰もが成功できるわけではないってことも自覚してるんですよね。うん、この相反する理屈がなんで同時に存在するのかなってことなんですけども、まあ、私はね、こういうふうに思うんですよ。世の中にはたくさんの成功法則とか、 稼ぎに至ったりとかね自分の生活を豊かにするような情報やノウハウっていうのはあるんですよねあるんですけども問題は2つなんですよ1つはですねあ柳田さんおはようございます1つはですねその情報を選別する力があるのかってことでもう1つはそれを愚直に続けることができるのかってことですよねもし選別する能力情報を選ぶ能力がなければ間違った方法をずっとやってしまうことがあるんですよあどうも玉木さんおはようございます まあそうなると、頑張ったのに結果が出ないってことになってしまいます。えー、例えばね、今の世の中あ、通常の一般企業に勤めて、一生懸命30年勤めても、資産ができるとは到底思えないですよね。これは皆さんもよくね、お分かりだと思うんですけども、でも結局これを大半の方が一生懸命やってしまう、もしくは小学校、中学校、高校、大学と進学して目指してしまうんですよね。を矢野さんはございます。だここに1つ ちょっとした、ね、間違いがあるのかなと思いますでもう一つはですねせっかく正しいものに出会っても別の情報にもう気を取られてですね一点集中できないって問題があるんですよさあここでですね私の速化塾のこう振り返りで恐縮なんですけども2013年に始まった速化塾一番最初にやったのは単なるアフィリエイトだけです他の事業メルマガとかね、えー、それからネットワークビジネスとか 暗号通貨のお誘いもありましたその頃はダイヤモンドが裏付けになっている、ね、ジュエルコインみたいなののセールスがあったんですけども私は何もやりませんでしたアフィリエイトで一山当ててそこで得たお金で次の投資をと思ってたからなんですよ、まあ、ですのでずっとアフィリエイトばっかりやってましたね1年間は自己アフィリエイトをやり込んで2年目からアフィリエイト要するにですね SNS を使ったりとかサイトを使ったりとかしてましたけども私は主に サイトで一点突破ししようと思いましたね、えー、その頃ねペラサイトで、えー、毎月15万みたいなそんなノウハウがありましてそのノウハウを構築した方に会うことができたんですよ、まあ、その方のやり方としてはトップページだけのペラサイトをたくさん作ってペラサイトっていうのは1ページしかないペラペラのサイトのことですけどもそれをたくさん作ることによって1サイトにあたり、えー、月間で3000とか5000円を取っていくとそれを 何十個何百個作るかってことなんだよって聞いてですねそれでこれだと思ったわけなんですよ私も似たようにサイトを量産して一つ一つのサイトの売り上げは少なくてもたくさん作って例えば1000個のサイトとか3000個のサイトがあれば毎月10万とか20万にはなるんではないかなと思ってまあそういうのをねやってみたわけなんですよでこのサイトの量産の基礎にあったのは自己アフィリエイトなんですよね自己アフィリエイトによって どの案件がいくらの報酬を生むのかそしてそれがいつ入金されるのかっていう仕組みを自己アフィリエイトで、まあ、ほとんど全ての案件に対して、まあ、体験したってことなんですよ、まあ、そうすると自分が作るペラサイトでですねどれを優先的にアフィリエイト表示させるかっていうのが決まってきますね、まあ、これによって私はサイトの量産があまあ成功できたということになりますこのサイトの量産っていうのは3年間で本当にですね驚くことに1億円以上作ってくれるだけなんですよね 今でもやっぱりね1億っていうと雲の上の金額のような気がしてというのが1億円をどんと目の前に私はね積んだことがないんですよテーブルの前にちょろちょろ入ってきてちょろちょろ使ってトータルで決算書を見たらそうなっていたってことなんですよね、うん、だからね思っても見ないぐらいお金っていうのは流通してたんだなというふうな形ですよね、うんまあ、そういうことがあってねやっぱり私はあの最初はそういうふうにアフィリエイトに特化してましたし2015年からはあメルマガに特化しましたしね そして2016年過ぎたら今度はコンテンツビジネスに特化しました実はですねコンテンツビジネスを私が始めたのって結構遅いんですよ2016年なんですよねそして2017年には即果塾ファイナルといってコンテンツビジネスをもうすでに終了したんですよ2017年には即果塾ファイナル最後のコンテンツ販売としてこれ222日の毎日更新を行いましたけども1日に1時間とか2時間とかね 講義を送ったんで、ついてくるのも大変だったと思いますけども、まあ、その中からね、えーまあ、すごい収入を上げた方とか生まれて、月収1000万とかって言われてましたんで、もう本当に私以上の才 <laughs> 覚がある方が私に出会ったんだなと思いましたけどもね。 えーまあまりその方のことを、ね、取り上げると、また私の功績みたいになっちゃうので嫌なんですけども、もその方はその方なりの素養があって、私がきっかけになってそうなっただけなんでね、私の力ではないと思いますけどもね、はい、それから2018年、2019年は、皆さんご存知のように、即可軸ジェネシスですけども、ここではですね、えー、主に3つのことをお話していました、まあ、1つはやっぱり、えー、難しいかもしれないけども、コンテンツビジネスとかアフィリエイトっていう、従来のインターネットビジネスのことです。 2つ目はああ、例のやつによって稼ぎましょうということですよね。例のやつは、ただお金が増えるだけですから、あのスキルはつかないんですけども、お金は増えていきます。これはもうね、そっか軸、そしてこの放送を見ている方は皆さん体験していると思いますね。で、3つ目が FX ですね。FX は、労働収入と私は位置づけているんですけども、かなり効率が良くて、世界一効率がいいと言ってもいいぐらいですよね。やっぱ1日に5分とか10分、私の場合は今日の相場解説終わりましたけども、やっぱり10分ぐらいしか使ってないんですよ。 10分くらいしか使ってないんですけども、1日に5000円から1万円というのは十分毎日毎日稼げていきますしね。ただ FX の構造の中には、お金を失った人のお金があやってきているっていうことがありますんで、これ私はね、合法的な盗賊だとも考えてるんですよ。FX がね。ただ、それを承知で FX で 一か八か損してもいいけども挑戦したいって人が集まってますので FX が嫌な人は来ませんからだからね、ある意味納得してお金を取られてそして納得してお金を奪っていくというこの仕組みが FX にあるんではないかなと思いますただやっぱりね、投資っていうのは絶対にクリアしないとだめですよあの私が、ね、常々言ってるのはこれから必要な要素ってのは3つあるというふうに申し上げています1つはですね、コミュニケーション能力言語能力ですねコミュニケーションの能力です コミュニケーションっていうのは自国語だけでのコミュニケーションでは不足で最低英語はマスターすることですよね日本語が使えるのは当たり前なんですけども英語もきちんと使えていくことです二つ目が今日ずっとお話していた情報リテラシーですね情報を選別する能力がなければダメですよとでテレビっていうのは既にですね選別して知らせるものと知らせちゃいけないものとがもうね選別されて私たちの元に届いてますのでテレビっていうのは非常に危険です テレビメディアの誘導に乗る可能性が高いからなんですよ報道したくないものはテレビは報道しない自由がありますんでねまあ、ですから私はテレビからの情報収集っていうのは優れてる面もあるんですけども選択が効かないんで えーすごくね狭い世界観になってしまうんではないかなと思いますでインターネットから情報を調べるっていうのはもう完全にですね検索する人の能力に合わせた情報が入ってきますから検索能力とか情報選別能力の高い方は高いレベルの情報を得ることができて収入的にも時間的にもものすごく楽になることができますただ情報選別のセンスがない人っていうのはインターネットいくら使っても悪い情報にしかタッチしませんからおかしな考え方とかね誤った思考能力ができてしまうんですよね高田さんおはようございます で、3つ目に必要な能力が、まさにですね、この投資のリテラシーですよね。えーまあ、ファイナンスっていう風にくくってますけどもね。この3つの能力を自分に対してあるかどうかっていうのはやっぱりた確かめた方がいいと思います。1つはコミュニケーション能力、言語能力、英語の能力ですよ。1つはコミュニケーション能力。2つ目は情報リテラシーです。情報を選別する力がありますかってことです。3つ目がファイナンスですよね。あの金融の力です。お金をどのようにして自分が道具として使っていくかってことです。 よくねお金は道具だよっていう風にまあね知ったげんに言う方もいるんですよまあ私も言ってるかもしれませんけどもただお金が道具だって言い放つんだったらお金に苦しめられてる人生を持っていてはいけないかなと思いますお金を使いこなして好きな時にお金を増やして好きなものを買ってこういう風なねお金の流通が自由に起こせる人はお金は道具だとも言えるんですけどもそうではなくって言葉だけ捉えてお金は道具だよっていう風にね えー、言っっちゃってその人はお金に結構苦しめられているみたいなこともあるなきにしもあらずでございますのでやっぱり一つ一つ自分の身にやっぱり、ね、つけていかなくてはならないのかなと思いますそういう意味で私は誰もが金持ちになれるというふうに考えていますしあとねあんまりお金にこだわらなくてもいいと思うんですよやっぱり生きてきてあの従属感を得れるとかね楽しいとか嬉しいとか素晴らしいと思えれば多分そこにお金がなくてもそれができるんではないかなと思うんですよ うん、またお金があってすごく便利なのは、まあ、お金の力じゃないと分かってくれない人もいるんですよそういう人のためにあお金あるよっていう,ふうにね示すことができるんですごく楽かなと思いますお前立派なこと言ってるけどお金ないじゃんって言われた人言われる時にお金がなければやっぱりね説得力を持ちませんのでそういう人に対してはあお金のこともそんなにね大我慢調じゃないけども不自由してませんよっていう,ふうに伝えるだけの、まあ、お金の圧力は持っていてもいいのかなと思いますし本当にお金が道具だと思うんだったら お金を使いこなしていくっていうことも別にね、不自由ないことかなとは思いますけどね。はい、本日はそんな形でね、誰でも金持ちになれるとかね、そういうことをお伝えしました。そして、誰もが金持ちになれるわけではないっていうのもやっぱり正しいことだと思います。ですんでね、誰もが金持ちになれるわけではないんだけども、まあ、あなただけはなりましょうってことですよね。はい、本日は以上です。ありがとうございました。